ナリティのニャン吉です。ルルでーす。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。本日この放送は、ラジオ周波数は1週間前に収録した音源が流れております。収録の放送の方はツイキャス、サブカルって何なので検索していただけると、毎週9時半から生配信しておりますので、そちらの方でもお楽しみください。はっていい、う番組でございます。ヤキさんどうありがとうございぞ。ます。はい、この番組の提供は9月7日、桜坂フェントラに集まれ、ポルノグラフィティ25周年を祝うイベント、ポルノの夜実行委員会の提供でお届けいたします。はい。はい。ということで、今日はちょっとナンナちゃんがいないんですけれども、2人で楽しくやっていきたいと思います。今日はちょっと、はい。ナナちゃんと僕、今、何？デートしてて。何を言ってるんですか？ いないときに言うのはよくないな、ちょっと。すいません。では、告知の方がございますので、告知させていただきたいと思います。ですね、4月の、前回も告知したいんですけれども、4月の14日日曜日ですね、私が働いているポーカーのお店、ジャックナインというところで、初めての開催したいと思います。イエーイ。はい。以前にもスタメルさんだったりとか、コンカフェさんでコラボさせていただいた初めての方でも楽しく遊べる人狼会でなっておりまして、3時からの予定で、告知の方はまた改めてさせていただきたいと思いますので、ぜひ本当にね、難しくないよっていう感じで、初めてでも楽しめるイベントとなってますので、よろしくお願いします。イエイ。はい。ということで、ルルさんは特に告知は大丈夫そうでしょうか？大丈夫です。はい。ではですね、本日のゲストをお呼びさせていただきたいと思います。では、お待ちかねの、すいません、私は何と呼べばいいか難しいんですけれども、お仕事で言語聴覚士をされている、ルルさんとも深い馴染みのある方とのことで、本日のゲスト、大浜先生です。大浜先生。おせーこんばんあ、は。どうもこんばんは。ありがとうございます。はい。では、初めて、先生という肩書きの方をなかなかお呼びしたことがないので、ドキドキしてるんですけれども、どういった活動をされてるのか、改めて自己紹介お願いしてもよろしいですか？はい。改めまして、皆さんこんばんは。初めてお邪魔させていただきます。ありがとうございます。僕はですね、言語聴覚士っていう職業をしています。で、沖縄県で、言語聴覚士として働いてるんですけども、ですね、言語聴覚士って、医療福祉系の国家資格なんですけおお、すど、ごい。で、例えば言葉の遅れがあるお子さんとか、何らかの事情で病気とか頭の怪我とかで言葉とか口がうまく動かしにくくなったような方、子供だけじゃなくて大人の人も含めてですね、そういったコミュニケーションに何かしら今課題を持っている方たちに対して言葉のリハビリとかトレーニングをしていくっていう仕事になっています。おお、すごい。で、その中でも僕はどちらかというと、今、子どもたちの、言葉とか、そういった発達、コミュニケーションの発達っていうところに対して、活動をしているっていうような感じですね。すごい。はめちゃい。くちゃ、この団体のお名前がこの後ろに書かれているチャットっていうグループさんなんですか？そうですね、はい。これは、実はですね、次の4月、放送の時にはもうオープンしてますからね、4月1日に、オープン、中城の方にオープンする予定の、ですね、子どもたちの発達を支援する児童デイサービスになります。はい。すごい。はい、じゃあで、今からってことですよね、もう4月そうですです、そうぐ。です、はい、まさにもう今、準備中で、もう間もなくオープンって、今日看板おお、作りました。すごい。ほやほやのもというやことでですす。ね。もしかしたら今、中城の方、FM コード多分届いてるかもしれないね。で、周波数が。なので、おお。聞きながら仕事してるかもしれないです。リアルに自分の配信を聞きながらがあるかもそうしでれすないでね。すちょっとそれ感じて、なんかワクワクしますね。ね。すごい。オープン初日からこんな時間帯まで働くことはないと思うけども。わかんないですよ。バタバタしてるかもしれんけど。はい。つますごい。り、大浜先生、脱サラでございますよ。お、そう。そうなんもでとす、もそうとはなんサです。ラリーマンをされてたんですね。そうです、そうです。お給料もらってた人なんですけどおお。も、
ちょっと前まで、この9月までですね、与那原にある沖縄リハビリテーション福祉学院っていう、要は言語聴覚士を、若い言語聴覚士を、これから育てていく、卵を育てていくっていう学校で、10年ほど教員をしてました。あ、すごい、はい、本当に先生だからね、すごいね。すごいですね。はい、学校の先生を10年ほどやっていまして、でもやっぱこう、新しい言語聴覚士を育てていって面白かったんですけど、ちょっと地域に目を向けると、やっぱ地域の中でこのなかなかサポートを受け入れてない、ね、子どもたちがいるっていうのを知って、僕中城に住んで、中城でちょっとこういうことを地域の子どもたちのために何かできることないかみたいなのを考えて、脱サラをして、はい、会社を立ち上げて、すごい作ったって感じですね。なるほど。ちょっと過去を振り返ると、大浜先生が言語聴覚士の勉強するときって、多分沖縄県内にその資格を受けれる学校なかったですよね。そうそうなんですよ。そうなんですね。学校がなかったんですよね。だから僕、県外の鹿児島の方に行ったんですけど、はい、だから内地と比べてこういうフォローがちょっとサポートが遅れ気味なのかなって、沖縄は。確かに。その辺も今全くもってその状況知らないから、その読み書き発達ゆっくりな子は沖縄ではどんな感じのサポートが、大間先生以外にもいっぱいあるのかどうかって、そういうのもちょっとね、教えてもらえたらなってことございます。そうですね、例えば言葉の遅れとかで、読み書きってさ、もう大体小学生上がってから気づくことが多いんですけど、そういうふうなお子さんのサポート体制っていうところが、あれ、まず、あ、聞こえる？え、ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫です。電波が悪くなっちゃったかな？なんだろう。あ、でも映ってますよ、普通に。あれ映ってる？うん、私の方ではバッチリ見えております。あ、じゃあ僕の、あ、いえ、ツイキャスの方がね。お、ツイキャスご覧の皆さん。あ、動いてる。動いてます。そうで、電話ないで。ちょっと今、ちょっと。編集できる。ちょっとね。もう一回、ジュニ様、どうも。あ、ちょっと答えね、ちょっとだけコメント読みましょうかね。あ、はい、すいません。ありがとうございます。今、時間止めてるんでね。ヤンボさん、こんばんは。今日は旦那ちゃんは、っていうことでございます。今日は別件の予定が。ちょっと今、寝てる。嘘はつかないでくださいね。ナルトロさん、お疲れ様です。沖縄カレンさん、沖縄ですか、こんばんは。はい、見えてるよってことなんです。僕のちょっと携帯が調子悪かったみたいです。で、ちょっと戻しまして。はい。では、沖縄で、フォローされてるんですか、からいきましょうか。3、2、1、フォローされてるんでしょうか、大浜先生。それも教えていただけたらってことでございますと。あれば。そうですね、はい。言葉の遅れとか、大体言葉の遅れってちっちゃいうちに検診とかああいったものとかで気づいたり、保育園とか幼稚園の先生たちが気づいてとか、保護者が、ね、気づいてフォロー入ったりするんですけど、ここら辺に関しては、大体もう市町村の方でフォローして、でじゃあ例えばこの言葉のリハビリが必要だとかトレーニングが必要だってなった場合、もう地域の中にそういった病院だったりっていうところに行くんですけど、正直そういうふうなところを言語聴覚士が個別で、フォローしているっていう病院だったり、こう事業所っていうのはとても少なくて、そういうふうなリハビリをしたいと思っても、例えば半年後とか、あ、そうなんです、はい、もうちょっと待ちの状態がすごく長くっていうようなのが現状なんですね。でもう少し読み書きってところになると、ちっちゃいうちは、ね、読み書きできなくても別に何の問題ないんですけど、大体小学校に上がってくると、なんか読んだり書いたりっていうのが苦手だなっていうのが見えてきて、これがいろんな原因があるんですけど、読み書きだけ本当に特化して苦手な人っていうのが一定数いるんですね。でそういう人たちのところっていうのは、なかなか学校の方でも、学校の先生たちも頑張ってフォローしてるんですけど、なかなかこう忙しい中で手が回らないっていう現状があって、なので、結論言うと、なかなかこうフォローにつながってないっていうところが、サポートにつながってないっていうのが現状かなっていう気はします。お、ルルさんがミュートだ。ルルさんの声が、ごめんね。OK、了解しました。すごいですね。もしかしたら全然違う話かもしれないですけども、ヤンキーさん、はいはい、
にゃんきさん小学校6年まで掛け算できなかったじゃないですか。そうなの？はい、じゃあその設定でいきましょういいんですよ。で僕もその周り見てて、そういう子はまた別なの。ああ、なるほど。勉強という面、読みかけとして、はいはい、あのですね、こうちゃんとこれ、あの本当にこれ、あの厳密に言うとちゃんと診断基準みたいなのがあって、 あるんですね。あの、うん、ただ読み書きが苦手っていうことだけじゃなくて、ちゃんとこう、うん、見る力だったり音を処理する力だったり、こういろんな場面でこうそういうのがあるっていう、いくつかの診断基準っていうところをクリアした場合、こう例えば読み書き障害とかっていうこの、うんうん、ある種ただの名前なんですけど、そういうのがついたりする、うんね、だから算数が苦手とかっていうようなことを、勉強が苦手とかっていうことではなくてっていう感じですね。なんかこの言葉をメインに教えるってことですよね。こうあのなかなかあの周りの子たちよりも進んでない子に対してサポートするっていう形。そうですね、あの、うん、言葉が発達するのをサポートして、まあ、言葉が上手に使えなんですかね、活用できるようにサポートしていくっていうところもそうですし、うん、あのもう1対1でしっかりと言葉の頭の中にある言葉の数を増やしていくようなトレーニング。本とか読んだりするんですか？じゃあ文章だったりとか、どういった形でやるのかな。あ、なるほどなるほど、うん、まあ、いろんな、例えばですね、あの物を捉えて、見て捉える力とか、うん、頭の中に保持する力とか、うん、頭の中にあるんだけど、うまくこう対人関係がうまくいかなくて使い切らないっていう人たちだったら、ちょっと対人関係をフォローしながらとかですね、あ、まあ、人によってあの関わり方いっぱいありますね。うん、これだっていうものだけではなくてですね、エカード使ったりする場合もありますし、うん、あ、でもいいですね。なかなか、 なんか知り合いの子でもちょっと人見知りで喋らづらいっていう子もいたりするので、そういった子たちがどんどんあの感情豊かになるんだろうなって思って、いいなって思いました。めちゃくちゃ人間はコミュニケーションが大事ですよね、まあ、うん、コミュニケーションはコミュニケーションを大切にってことで、一般シーム行かせていただきます、はい、すみません。では続いてのコーナー行きたいと思います。エピソードワンナイト人狼のコーナーです。はい、ありがとうございます。ではルール説明をルルさんにお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ここからは、お客さんを含めて3名で人狼ゲーム、お題人狼をやっていきたいと思います。本日は特別レギとなっておりまして、3人に対して4枚のカードを配っております。人狼を1人に、嘘つき1人に、市民3人で、そのうち1枚かけているので、今回の村は3人の中に人狼がいないパターンもあります。もちろん1人だけ人狼、嘘つきがいるというパターンでもあります。その辺も踏まえて推理してご参加くださいということで、1人30秒ずつ使っていきたいと思います。では3、ルルさんからいきます。よーい、スタート。はい、ルルさん、高校時代、戻ったら、やっぱね、ルルさんといえばね、大恋愛でございます。大恋愛。大恋愛をしたいと思います。高校時代だったらね、多分、タイタニックとか流行ってたのかな。あと、チャタンの観覧車もあったしね、あの時は。もうね、4週ぐらいしたいですね。4週はしないでしょ。それぐらいもう、イチャイチャしていきたい。なるほど。制服デートしたい。オッケー。おー、最後に。では、ニャンキーチさん、よーい、スタート。はい、高校時代戻ったらやりたいこと、それは、可愛い JK になることでございます。私、結構スポーツ女子で、ボーイッシュで、大学生ぐらいまでずっとショートカットだったんですよ。髪を伸ばさないで。あと、なんか、ズボラな感じで、全然スカートも長くて可愛くなかったんだけど、今、ふと思えば、髪伸ばして JK でキラキラできるのってあの時代だけだなって。あの時、可愛くして写真撮ってたら、今、JK の頃こんな感じだったんだよって写真見せて自慢できるなって思いました。以上でございます。以上です。では最後、大浜先生、よーい、スタート。はい、僕は高校時代に戻ったらですね、やり残したことがあって、沖縄県内を自転車で一周したい。高校を拠点にして、北部までぐーっと回って、一周回って、また高校に戻ってくるって。あれをすることで、まあ、人生観が変わっただろうな。今よりも輝いてたはずだと思ってなるほど。では議論時間6分間使っているかもしれない嘘つき人狼さんを探していきたいと思います。議論スタートです。おはようございます。おはようございます。おはようございますね。
大浜先生はあれですか、今は体力的に難しいから高校時代の方がっていう感じなんですか。いや、まあ今でもやろうとしたらできることあると思うんですけども、うん、いろんな制限があるじゃないですか。家庭があってとか、時間がとかあります、ね、でまあ体力がどうにかなったとしてもとか、でもあの時って別に時間たっぷりあるし、うん、家庭を背負ってるわけでもないし、ね、お金がなくても自転車の旅なんてできるし、うん、あの頃しかできなかったなっていう、そんな感じです、ね、なるほど、うん、山を越えてちょっとね、あの自分としても自信つきそうですもんね。俺野宿とかしたかったですね。え、野宿したかったんですか。すごい、野宿とかしてみたかったですね。あの大浜先生に一個聞きたいことがあって、あの、はいはい、ルルさん、これはオフレ言っちゃダメなやつ、ルルさんとの関係性は危ない、大丈夫ですか。いいですか、ルルさんと実は高校時代同級生だったとお聞きしたので、はい、あの、うん、高校時代のルルさんってどんな恋愛をされてたんですか。高校時代のルルさんの恋愛ですか。はい。ね、大恋愛したいってことは恋愛してなかったってことかなって思ったんだけど、純粋そのものでしたね。そうそうなんだ。そのものでこうちゃんとときめいて、ちゃんと誰かに恋はしてるんだけども、それをオープンにしないっていう、うん、アクティブにもなかなかこうそこを恋愛を成就しようというような感じもあんま出さなくて、あ、そうなんだ。したね、あらあらあら、そうなんだ。じゃあそれなら合ってますか、ルルさん。合ってます、合ってます。なのであえて大恋愛したいですね。お、制服デートしたいじゃないですかね、ヤンキーさんね。まあ、確かに制服デートはいいですね。あの時代にしかできないやつですもんね。そうそう、だから僕とニャンキーさんだけは、うん、あの時代にしかできない。そうですね、大浜先生だけが別に高校時代じゃなくてもいいだろうって、確かにそこの一点で確かにちょっとすんごく嘘つきに見えます。嘘つきに見える。そうか、でもこうじゃあ僕もちょっと聞いてもいいんですか。お、ぜひぜひ。はい、にゃんきちさんにちょっと質問します。うんうん、はい、ぜひとも。にゃんきちさん、あのまあこうかわいい JK にっていうところなんですけど、なりたい、うん、こうなんですかね、例えば、JK、そういうかわいい JK になってどういうところで遊びたかったとか、うん、何をしたかったとかっていうのを、ゲームセンター行ってみんなでプリクラ撮ったりとか、あと、卒業アルバムの写真かわいかった、ちょっとよかったなって思ってて、なぜかっていうととても芋っぽいんですよね。だからアルバムとか今になって家にあったら 見るみたいに友達に言われて見せるじゃないですか。とても芋らしい、あの仕事カット上 JK がいるので、あ、もっとなんか可愛い JK だったらうーっていう。ヤギさん今もうダッシュでもう卒アル開いて見せてくれたら村隠しますよ。見せてもいいけど見せたくはないですね。芋っぽいんだから。ちょっとそれはちょっとご想像にお任せします。ほうほう、ありがとうございます。そうか、なのでこれ今日は簡単ゲームじゃないかなと思ってて。嘘、大浜先生、大浜先生だと思う俺。嘘。そう、まあ、なんだかんだ言って高校時代アクティブだったからね、大浜先生は。あ、そうなんですか。高2ぐらいが確か県外に何かのタレントの事務所に面接行ってたもん。え、すごい。オーディション。そうそんなこと。事務所。で、一応まあ、なんだっけ、研究生みたいな感じで、なれるみたいな。そうそうそう、なんか、そう、あったね、高校1年生の時に、そんなことはしていたんだけど、ただ、あくまでもその時って、中央市で、こう、都会にってところだったんですけど、やっぱりこう、足元の沖縄っていうところをね、やっぱり。ちなみに自転車は乗られてたんですか、その時。なんか通学で自転車通学だったとか、なんかスポーツでやってたとか。自転車そんなに高校時代乗ってなかったっすね。乗ってなかった。乗ってなかったっすね。だからこそこうバイクとか原付に頼らず自分の足でっていう。うん、わあ、難しい、やばい、どうしよう。多分ルールさん、僕が高校時代そういう風な話をしてたのを聞いてるはずなんですけどね。あや、おかしいですね。今年の夏にちょっと行きたいんだって言って、でも行けなかった、残念だったみたいな話をした記憶が僕あるんですけどね。おお、じゃあルールさんが嘘つきってことかな。そんな20年以上昔の話をされても覚えてねえよ、こっちはって。って感じです。え、
どうしよう、ニャンキスさんだったらどうしようかな。いや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 。え、ちなみにこれいないって説もありますからね。3名とも本当のことを言ってる。え、でも大阪ってスラスラこうなんか言いたいことが出てきてるなって思うから本当のことなんじゃないかなって私はちょっと思ってるんですけど。うん、ありますね。え、ルルさん実はこう見えて隠して恋愛してたんじゃないですか。可愛いね。彼女いたとかではないですよ、浜先生。そんなことはないです。高校時代は僕いなかったんで、ね。あ、いなかったんだ。じゃあ本当か。なるほどね。隠れたイケメンだったんで、ね、僕は。何それで今こんなにナルシストになっちゃってて。まあまあ、あの自他ともに認めるね。ちゃんと自他があるからいいじゃない。まあ。難しい。難しいな。でもね、よし、ナンキスさん。今日はね、はい、気持ちよく勝ちましょう。大浜先生です、今日は。本当ですか、大浜先生。きっと大浜先生です。そうなの。え、何これ今僕答えちゃダメなんだよ。まだ、まだ。あ、そうです、そうです。はい、議論時間終了でございます。ヤキッさんどうぞ。はい、はい、では、議論時間終了ですので、投票の時間に移ります。私がですね、3、2、1というふうにカウントを取りますので、狼、嘘つきだと思う方の名前を呼んでください。今回特別ルールですので、いないと思ったらいないというふうにお願いします。で、ツイキャスご覧の皆さんは一緒に推理して、ツイキャスのコメントの方で、誰誰とかいないとか打ってくれたらと思うので、よろしくお願いします。では、皆さん、準備はできましたでしょうか？心の準備が良ければ、OK でもグッドでも。Okay. OK! お茶、緑茶はい、では準備整いましたので、いきますよ。狼、嘘つきだと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。大浜先生。ヤンキさん。おや。おや。大浜先生は私、はい。で、ルルさんが大浜先生。で、私はいないにしました。どうしましょう、ルルさん。これ、もう一回。1、1なんで、もう一回投票します。で、これで、投票先を変えてもいいし、変えなくてもいいです。で、この中で、釣りがなかった場合は、もう、平和村だろうが何だろうが人狼が勝ちなんで、人狼の勝ちということにしましょう。うん、いるならばっていう感じですね。はい、で、ツイキャスの方では、変えても変えなくてもいいんです、ね。変えても変えなくてもいいです。で、ツイキャスの方は、ヤンキチさんは大浜先生、カリウド、沖縄のカリウドさんは平和村、ナルトさんいない、沖縄大好きはいない、みんな平和村ですね。でも、もう一回行きましょうね、ヤンキチさんお願いします。はい、では行きます、ドキドキ。ツイキャスの方もね、もう一度も OK となってますので、行きますよ。狼、嘘つけと思う方の名前を呼んでください。3、2、大浜先生。あー、ヤンキチさんです。待って、また別々になったということは、どうする？僕は大浜先生。ルルさんは大浜先生。大浜先生はニャン吉さん。ニャン吉さんはルルさんと呼んでしまう。ああ。になっちゃったんで、今日は釣り人なしとなりました。はい、ということで、いきたいと思います。はい。今回釣りがなしなので、では今、僕の手元にある余ってるカードをオープンしたいと思います。では、手元のカードは何でしょうな？3、2、1、トン、人狼ということは、この村には人狼がいなかったので、人狼の勝利、ややこしいですけども。ややこしい。そうか。とりあえずみんな本当のこと言ってましたということでございました。最初は信じてたのに。結果的にはみんな外したということでございますね。はい、番組のあと2分でございます。4月1日オープンの、ことから、言葉の読み聞かせ相談室チャット、はい、の方も再度告知の方からちょっとね、どこどこにあって、診療時間何時間何時までとか、ホームページありますとかそういうなんか情報をください。対策候補。お待たせお願いいたします。はい、言葉と読み書きの相談室チャットになります。4月1日中城村の南上原ってところです。龍大の近くにオープンします。うん、今児童募集中でして言葉の発達とか読み書きにちょっと心配だなっていう保護者の方とか本人の方とかいたらどしどし連絡いただければいいなと思うんですけども、ですね、ホームページ今作成中です。で、インスタで、言葉と読み書きの相談室チャットもしくはチャットとかっていう風に入れれば上がってくると思いますので、そこでちょこちょこ情報発信していますので、そこから DM でもいいですし、そこに電話番号書いてるので、この電話番号に連絡していただければスタッフ僕か、スタッフが対応していますので
まずは相談ください。別にこうそういう支援が必要とか必要じゃないとかっていうのじゃなくても、 なんとなくちょっと不安だから聞いてみようとかでも全然問題ないですので、何かあればぜひ相談して、子育ては一人で抱えるものじゃなくて地域で見ていくものだと思いますので、お父さんお母さんぜひお気軽にご相談ください。はい、でまたね、近くで親戚とかそういうふうに、あそこの子ちょっとお母さん悩んでたなとかっていうふうに、もしそういう人がいたらぜひご紹介いただければ、僕たちの方に相談来たら、しっかりと包んで、いろんな一緒に考える機会がるかなと思いますので、はい、ぜひぜひいつでもどしどしご連絡ください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんまた来週、ありがとうございました。